文領主義により、ラテンアメリカ諸国を勢力圏に収めたアメリカ合衆国。1912年の新聞に掲載された風刺漫画。国際関係論における勢力圏、または勢力範囲は、ある国家もしくは組織が支配する領土外において、文化的、経済的、軍事的、政治的な独占権を持つ地域を指す。 影響力を持つ側と持たれる側ができる背景には、条約や協定など、両者の利害に絡む正式な外交関係がある場合もある。ただしそうでなくとも、ソフトパワーなどによって、非公式的な影響関係が生まれる場合がある。逆に正式な同盟関係においても、常に一方が他方を勢力圏に置く関係となるとは限らない。歴史上、 上位に立つ勢力が勢力圏下での独占を強めるほど紛争の火種が増え激化する元となってきた。勢力圏の上下関係がさらに進展すると勢力圏に収められた国家は上位国の傀儡国家となり、さらには事実上の植民地となる場合がある。勢力圏の概念は超大国や列強、ミドルパワーといった国際関係上の概念の説明にも用いられる。 時には、一つの国が二つの国の勢力圏に入る場合もある。植民地時代のイギリスとロシアに挟まれたイランやイギリスとフランスに挟まれたタイが恒例で、これらの国は二つの大国の間で干渉国の役割を果たした。また、第二次世界大戦後に四つの軍政区に分割され、後に東西に分裂したドイツも挙げられる。西ドイツはアメリカを中心とする北、 大西洋条約機構の東ドイツはソビエト連邦を中心とするワルシャワ条約機構の一員となった。なお、勢力圏という言葉は国際政治以外で用いられる場合もある。例えば、ショッピングセンターのような小売店が有している地理的な独占範囲を勢力範囲と言い表すことがある。歴史上で勢力圏の存在を如実に見て取れる例が、 19世紀後半から20世紀初頭までの中国である。この時代、イギリス、フランス、ドイツ、ロシアが中国の大部分を勢力圏とし、事実上の支配下に置いていた。これは19世紀以降に列強が中国に対して軍事力を背景に不平等条約を押し付けたり、極端に長期にわたる咀嚼契約を結ばせたりした結果である。 1905年の中国における大まかな勢力圏日露戦争で勝利した日本が、東北部におけるロシアの勢力圏を奪取している。1897年12月、ドイツ皇帝ビルヘルム2世は中国における列強の勢力圏争いに加わり、植民地を獲得する意向を示した。ドイツは、公衆湾を咀嚼地としているとともに、 三島省の鉱山採掘権や鉄道の所有権などを獲得し、この地域を勢力権に収めた。これに対しロシアは従来外モンゴル及び新疆で有していた貿易時の免税特権に加え、両寧省、吉林省、国立高省でドイツの例に似た経済特権を獲得した。同様にフランスが雲南省、厚生省及び関東省を 日本が福建省をイギリスが長江流域及びチベットを勢力圏とした。イタリアも石膏省を得ようとしたが、これは清政府に阻止された。なおこうした勢力圏は一部地域を除いて完全な支配権を獲得する咀嚼の取り決めなどは結ばれていなかった。1902年にはイギリスの保守党議員ウィンストン・チャーチルが我々は 中国人を支中に収め、統制せねばならないであろう。私は完全な中国分割を確信している。アーリア人種は勝利する運命にあるなどと演説している。ロシアは勢力圏とした地域を軍事占領し、法と学校制度を指揮、工業、林業の特権を独占し、植民を行った上に、真の了解を得ぬままに、いくつかの都市に、 行政機構を設立したりした。分割に参加した列強を及びアメリカは、公式には、真の領土とされている地域でも構わず、法廷や警察を置き、自前の商法を敷き、道路や線路を整備し、軍艦を配備したりした。ただし、真の各地方政府は、列強の参色に根気強く抵抗し続けた。こうした構造は、第二次世界大戦後に終焉を迎えた。 1899年9月6日、アメリカ国務長官、ジョン・ヘイが列強諸国に対し、中国の領土と政治の統一性を支持した上で、条約項の自由な利用を妨げないことを宣言するよう要求した。アメリカは、他の列強が中国に広大な勢力権を確保したことに危機感を覚え、巨大な中国市場に参入する手形を失うことを恐れていた。 これは1900年以降の各条約で文庫解放政策と呼ばれるようになるが、それでも列強各国の利権拡大を狙う動きは衰えなかった。アメリカもまた、後の1917年に日本の勢力権を認める石井、ランシング協定を結ぶなど自己矛盾を抱えていた。1910年、イギリス、フランス、ドイツ、アメリカは、 文庫解放政策を無視して中国の抱える借金を一括して管理する銀行組合を結成した。これにより列強は互いに傷つけ合うことなく利益を吸うことができるようになった。この団体は中国の税収の大部分を支配し遠征外の中華民国政府には一部だけしか流されなかった。ロシアとイギリスのペルシアに対する影響を1907年に 英路協商を結んだイギリスとロシアは、イランを両国の勢力圏として事実上分割した。ロシアが北イランのほとんどを、イギリスが南東部を勢力圏とし、互いに承認し合う形であった。タイについては、1904年にイギリスとフランスが協定を結び、メナム川伊東をフランスが、川とタイランド湾異性をイギリスが勢力圏とし、互いに承認した。 ただし英仏どちらもシャムの領土を完全に併合してしまう可能性は否定した。アメリカ初代財務長官アレクサンダー・ハミルトンは北米うちでアメリカの勢力圏を広げていく構想を立てた。彼はザ・フェデラリストの中でアメリカ合衆国が世界的な強国へと成長しアメリカ大陸からヨーロッパ諸国を追い出して大陸諸国を追う優位性を獲得するという 野心的な未来像を打ち出している。当時のアメリカ大陸はまだほとんどがヨーロッパ諸国の植民地であった。ハミルトンの構想は第五代大統領ジェームズ・モンローによってアメリカの国策となった。彼は新大陸をアメリカの勢力圏としてヨーロッパの影響を排除するいわゆるモンロー主義を打ち出した。アメリカが名実ともに大国の地位に上り詰めてからはこの アメリカのスタンスに挑戦しようとする国はほとんど現れなかった。数少ない例外としては、ソビエト連邦が新大陸情勢への介入を試みたキューバ危機が挙げられる。太平洋戦争中、日本は一時的に広大な勢力圏を獲得した。日本政府が直接統治していたのは、朝鮮、ベトナム、台湾、中国の一部であり、 その他の太平洋の諸島やアジア諸国を包含する大東亜共栄圏は日本の勢力圏としてその支配下に置かれたものであると言える。1939年にナチスドイツとソビエト連邦が極秘裏に独ソ不可侵条約を結んだことにより両国は北欧及び東欧のれの勢力圏として分割することになった。北欧ではフィンランド、エストニア、 ラトビアがソ連の分け前とされた。ポーランドは独ソで分割され、ナレフ川、ビスワ川、サンガワイ島をソ連が異性をドイツが占領した。東プロイセンに隣接するリトアニアは当初ドイツの勢力圏に入る予定だったが、1939年9月の第二秘密条約原案によってソ連の勢力圏となった。ルーマニアの一部だったベスサラビアは、 モルダビア自治ソビエト社会主義共和国、ついで、モルダビアソビエト社会主義共和国の領土となり、モスクワからの統制下に入った。1940年6月28日に、ソ連がブコビナを占領したのも、独祖不可侵条約でこの地域が、ソ連の勢力圏内にあると数軸国から、承認されたためであった。ソ連は秘密協定の存在を否認し続けたが、その崩壊後、 ロシア政府が全面的にその存在を認めた。1941年にドイツがソ連侵攻を始めて以降、連合国として味方同士となった英米とソ連は互いの勢力圏に暗黙の了解を与えた。両者の勢力圏の境界に基づいて連合国はドイツを追い詰め、その占領下にあった地域を解放していった。この戦時中に取り決められた 勢力圏は全く軍事的な取り決めによるもので、その地域が持つ周辺諸国との政治的、社会的、経済的背景は全く無視された。戦争が最終段階に入ってから、ソ連と西側諸国の間の亀裂が深まっていき、解放した地域とドイツそのものの命運も、その解放者によって左右されていくことになった。キトスターリン決別、キューバ革命以降、 中蘇対立以前のソ連の最大勢力圏冷戦中、バルト三国、中央ヨーロッパ、東ヨーロッパ、キューバ、ラオス、ベトナム、北朝鮮、中国、ユーゴスラビアといった国々はソ連の勢力圏にあるとみなされていた。これに対し、西ヨーロッパ、オセアニア、日本、韓国などはアメリカ合衆国の勢力圏にあったと言われることもある。ただ、 この場合の上下関係は絶対的な支配・非支配の関係ではなかった。例えば、フランスとイギリスは第二次中東戦争におけるスエズ運河問題でアメリカと別個に動いた。後にはフランスは北大西洋条約機構の軍事部門からも手を引いている。キューバは基本的にソ連に追随していたが、時にはソ連の表だった了解を得ずに一時期中国と同盟したり、 アフリカやアメリカの諸国へ援助を送ったりしていた。冷戦が終結すると、ソ連の勢力圏としての東側陣営は解体し、1991年のソ連そのものの崩壊を招いた。ソ連の消滅後、独立した東欧、コーカサス、中央アジア諸国は、バルト三国を除き今なお、ロシア連邦の勢力圏下にあるとみなされることもある。1997年、 北、大西洋条約機構とロシアは、安全で安定した、あらゆる国の主権を制限するような分割や、勢力圏と無縁なヨーロッパを作り出すことを目的に掲げた、ロシア連邦と北、大西洋条約機構の間の相互関係、協力及び安全保障に関する基本文書に、調印した。2009年、欧州連合が勢力圏の形成を望んでおり、 東方パートナーシップはそれを広げる試みである、とロシアが主張した。これに対し2009年3月、スウェーデン外相カールビルトが、東方パートナーシップは勢力圏とは無関係のものだ。何が違うのかといえば、これらの国々は自発的に参加してきた、ということだ、と反論した。2008年の南オセチア戦争後、 バーツラフ・ハベルをはじめとした東欧の指導者たちが連名でロシアに公開書簡を送った。その内容はロシアが国境沿いの勢力圏を守るという名目のもとヘルシンキー宣言やパリ憲章などの中心となっている理念を犯したと非難するものだった。2014年4月ロシアのクリミア併合に際して北大西洋条約機構はに反してロシアは ウクライナの一部を占領し、国境に多数の軍勢を維持し、ラブルフ外相が最近発言したように、ウクライナがどの陣営にも加入しないことを要求するなどして、今や勢力圏を復活させようとしているようであると主張した。同じく、ロシアを批判する文脈で、2014年11月、ドイツ首相アンゲラ・メルケルは、国際法を無視した勢力圏に関する、 古い考え方は、全ヨーロッパの平和に疑義を呈するものであると述べた。2017年1月、イギリス首相、テリーザ・メイは、我々は、それらが、ロシアの勢力圏下にあるという、プーチン大統領の、主張を受け入れることで、レーガン大統領とサッチャー氏が東欧にもたらした、自由を揺るがすべきではないと述べた。1897年のアフリカ、ヨーロッパ各国が、 植民地を建設して勢力圏争いを繰り広げた。世界には広範囲にまたがる文化的勢力圏の概念が多数存在している。アングロスフィア、アラブ世界、ユーロスフィア、フランコフォニー、フランスフリック、ゲルマン語県、インド文化圏ラテンヨーロッパ、ラテンアメリカ、ルゾフォニア、トゥルク圏漢字文化圏スラブ圏スペイン語県、 マレー世界などが例として挙げられる。これらの多くは、かつて政治的に統一された、領土内し勢力圏にあって形成されたものだが、その政治的な形態は現在ほとんど解体されている。中央アジアを挟んで、イギリスとロシアが対峙する、グレートゲームを描いた1878年のイギリスの風刺がありがとうございます。